はい、メダカを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。メダカ界の片隅に B 型親父です。ってことでですね、最近メダカ系 YouTuber の方がですね、ちょっと俺も参考にしています YouTuber、 メダカ系 YouTuber の B 型親父さんっていう方のですね、動画の最初の入りをですね、最初の決め台詞をですね、真似しているのをですね、ちらほら見かけましたので、これはメダカ系、同じメダカ系としては真似しないとなということで、本日このスタートからとなりました。ですね、 B 型親父さんの動画なんですけど、かなり参考になりますし、かなりいいことをたまにお話ししていただけたりしてますので、概要欄の方にですねリンク貼っておきますので、よろしかったら B 型親父さんのですね動画も参考にするためにですね、ご覧になられてはいかがでしょうか。概要欄の方に貼っておきます。ですね、今日の動画なんですけど、ついに夜桜ですね、卵を産んでくれました。ちょっとですね、これだとこのピンクい方の産卵床だと分かりづらいんですけど、根元の方ですね、俺の今指先に見えますでしょうか、の方に一つと、あと先っちょの方にですね一つつけてたはずなんですけど、ちょっと今本気で探してる、あった、見えますでしょうか。ちょっと矢印入れますね。指でやってくれますか。指でやってるな。よし。ということで、この産卵床は2つ、夜桜ついに卵つけてくれました。で、もう一つ青い方入ってるんですけど、こちら、じゃん、4つですね。一応飴色になってるので有精卵だとは思うんですけど、こちら卵つけました。イエーイ。ということで、本日夜桜がですね、今年初の卵をつけてくれて嬉しかったので、ちょっと動画回してます。夜桜ですね、ちょっと今年力入れたいなと思ってましたので、ちょっとめちゃくちゃ嬉しいなと思ってます。ここまでご視聴ありがとうございます。よろしければですね、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。本日もここまでご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。